お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのボムタワーバルーンデッキやっていきたいと思います。現環境ですね。バルーンがね、強いですね。なので、こちらのね、もうほんと3、4年ぐらいずっと使われ続けてる高回転バルーンで今日はやっていきたいと思います。で、ちょっとバルーンのコツというか、これだけ抑えとけばもう勝てんだろっていうのをちょっと今日はね、話そうかなと思うんですけど、バルーンって皆さんが思ってる以上にチンパンです。というのも、ほんとバルーン、ディガー、雪玉とかまで行くと、結局一発ってほぼほぼ入るんですよ。相手が施設トリネとか、そういったデッキでない限り、バルーンってもう本気で攻めてしまう一発通って、もうその一発って千何歩とか削るわけなんですよね。ディガー削り、ボムの爆破とかいろいろ含め、もう一撃性が高いんですよ。削りが強すぎて。で、なので、正直、序盤にね、一発決めて、もう逃げ切るとかもありますし、逆に序盤に一個も攻めません。序盤に一個も攻めずに、序盤も守って、一生バルーン飛ばさずに、最後の最後にバルーン雪玉ディガーで一撃与えて逃げるみたいな立ち回りもあるので、そこはちょっといろいろ分かれていくんですけど、今回は大体26っぽいっすね。26だな。基本的に相手の対空ですね、空さえ把握してしまえばこっちのもんで、ここちょっと行こうかなと思うんですけど、このディガーの位置は多分大砲の攻撃をね、受けない気がするんですよね。もう一個あれかな。あっちの方が良かったかな。外の方が。さあ、これもね、バルーンディガーです。これだけで、相手だってファイボも使って、大砲も、アイスピも使って、マスケも使って、コスト使いすぎやって感じなんですよ。これ今相手も3、4コストとかしかね、コストなくてエリアと取ってる流れになるので、バルーンって本当にチンパンなんですよね。本当に。飛ばすだけで、ある程度のダメージ入るので、めっちゃ強いんですけど、高回転対決だと、バルーンの飛ばすタイミングとはね、むずいかもしれないんですけど、これさっきので相手が過剰にね、コース使ったので飛ばしてきます。で、基本的に、相手が空ですね。バルーンってやっぱ空に攻撃してくるユニットで対応してくると思うんですけど、陸だと空振るんでね。空ユニットを把握するっていうのが大事ですね。空ユニット、対空ユニット、空に攻撃してくるユニットをしっかり把握して戦う。で、序盤の立ち回りとしては、もう一生守るパターンですね。さっきも言ったんですけど、一生バルーンを出さずに、もう守るパターンが一つ。ディガーとかも防衛でゴリゴリに使ってきます。で、パターン2がですね、相手が序盤に、4コス以上とかですかね。3コスでもメガコとかならいいと思うんですけど、基本的にやっぱデッキに対空って2枚か3枚ぐらいしか入ってないんですよ。なので、相手が対空ユニット、または4コスとかここ、施設ですね。使った瞬間にもう逆サイバルーンディガーやっちゃうんですよね、序盤に。で、ほぼ一発入るんですよ。それがね。もう序盤のバルーンディガーも強いので、そしたら、もう一発入りますと。そっからもあと逃げ切るだけ。もう守って逃げ切るみたいなのも結構あります。あ、これですね。これも相手が今、エリキ割いたんですよ。だから、対空ね、多分ペッカなので、交えちゃうしかないんですよね。これちょっともう無視しますね。だから、ここでもう、大ダメージが入るんですよね。ファイボ防衛、ポイズンも使ってましたね。これ折れるんじゃないのか。もう一発多分。いや、だからもうバカチンパなんですよ。ザップ使ったんでね。一応もう一発落ちなかったですけど、っていう風な感じで、相手が対空ですね。バルーンに強いカードを割いた瞬間に、もうバルーンディガーやるだけで、今みたいにね、大ダメージ入るので、あとはもう守るだけなんですよ。で、このデッキだと結構防衛力もね、高い方なので、しっかり守れますね。施設、マスケ、タルユキあって。で、しかもディガーもあるので、最後にディガー削りできるので、500なんか、本気でね、もうバルーンディガー、タルユキとか、打ったところでは、打ってしまえば、落ちると思うんでね。ちょっと暇だったらね、ディガー削りとかそんなんでもいいと思うんですけど、そう。序盤に相手が対空ユニット、施設、甘えて1枚使った瞬間にぶっ破するパターン。あとは序盤は一緒、イモるパターンの、2個がね、あるかなと思うんですけど、基本イモですね。基本イモで、相手が、そういったユニットを割いた瞬間にもうぶっ破でね、いいと思いますね。さあ、ここは、タリウキ使っていこうかな。あれ、スケが、ちょっと、へっぽこなった。そこちょっとボムにね、いっぱい集合してもらっていいかな。あのマジックアーチャーはね、厄介なんでね。なんかタルババプラス雪玉とかでね、ほんとはさっきの段階で綺麗に処理できるとよかったんですけど。あ、ゴーストこっちおいで。さあ、まあ200なんでね。で、これエレキも冴えてるんで、これもいっていいっすね。エレキ冴えたら。やべ、雪玉が、雪玉からぶった。で、このペッカとかも、アイゴレで逆サイドできるんでね。まあ、マスケ出してからの、まあ、アイゴレで逆サイドしなくてもよさげか。スケぐらいでね。よいしょ。さあ、マスケと施設あれば、防衛マジで硬いんでね。さあ、で、相手のマジアチャは、まあ、ディガープラス雪玉、タルバープラス雪玉、タルだけとかディガーだけだと結構延命されちゃうんでね。こういうの、無理やりね。なので、もう徹底してね、やりに行きましょうっていうので、ほんと相手のまずは対空を把握する。で、序盤はイモ。序盤はもう守ります。だけど、相手がまあ4コス以上の空を割いた場合であったり、施設を割いた場合ですね、4コス以上の。そうなると、相手は空がもう1枚減ってる状態。で、防衛もなかなかきつい状態になりますので、もうそしたら逆サイバルンティがパーンパーンって感じですよね。さあ、これはね、クロスとかだとまた立ち回りがね、全然変わってくるんですけど、お延命してくるんですね。そしたらもうね、ちょっとね、イモリ気味ね、まあ、バルッと飛ばすと基本的にカウンターが来ると思ってください。で、あんまり、なんて言うんだろう。あ、やべ、いいファイボ。お、危ね。相手がファイボを空振ってでかかったですね。顎蓋しときゃよかったですね。ボム延命の。さあ、今回クロスですね。もうほんと序盤やっぱ攻めると、基本的にカウンターが来ます。で、終わります。まあ、ですが、相手が空を割いた場合だけね、ありで、今回クロスなので、クロスはね、また変わってくるんですよ。もう一生攻める流れにね、持ってくるんですけど、まあ、テスラを割いてほしいですね。今攻めたところでテスラプラスアーチャーとかで綺麗に抑えられちゃうので、まあ、今は攻めないですね。相手のクロス破壊するのに、まあ、バルーンと、あとはディガーと、で行って、スケ、ユキで回しながら行くと、いや、うまいですね、でも防衛が。一生バルーン飛ばせるサイクルになりますね。これ5かな ?5 だとでも、一発か二発ぐらい押し込んでほしいな。これもう一発いけるっすね。何も出てこなかったら。さあ、ナイス。これはね、相手が攻めてきたので、逆に守っただけですよね、正直。守ったカウンターでね、こんだけ入るので、これ逆に僕が先に攻めてたら、これぐらいのダメージを受けてたってことになりますね。で、これはテスラを使ってたらまたね、バルーンディガーとかで行きたいんですけど、相手がちょっとテスラまだ使ってないんで、一回顎から入ってね。あ、さあ。これはもう行きますね。こういうのにね、もうスペルで削ってきます。で、一応テスラ警戒と、で、この雪玉ね、多分ディガーにスケを与えてくるので、あ、ないとか。まあ、ディガーのダメージを稼ぐ方に打ってもよかったかもしれないですね。で、回転が速いので、これでまたバルーンディガーが回るんですよ、僕。さあ、これちょっと行きます。相手はもう一本ね、これ守れねえやっていうので、もう攻めてきたっすね。さあ、これは、で、僕はタワー折られなければ負けないので、タルとね、雪玉とで無理やりね、壊して。で、そしたらタワー残ってるんでね。まあ、焦らず守るのが大事ですよねっていうので、まあ、両タワーこれ削られてますけど、逆に両方とも落とされなかったら僕の勝ちなんでね。さあ、クロス置きたい相手。あと60ですね。60、これ削れなかったらちょっと怖いっすよね。さあ、雪玉で。さあ、ナイスと。まあ、クラロワって、タワーの折った本数が多ければ勝ちなんでね。HP11 になってでも、残ってしまえば勝ちなので、まあ、そういった意味で、しっかり許容をね、まだ大丈夫、耐えれるっていうので、落ち着いて防衛するのも大事ですね。まあ、基本的にバルーンディガーってね、コストないと守れないっすよね。雪玉もあるとね、インドラとか来ても雪打てばダメージ入りますし、ほんと攻めてしまえば勝ちなので、問題は序盤に大ダメージを受けないことですよね。なので序盤はイモ。相手が、ここでね、ケツからもエレキとか、インドラとか割いてくれた時にはもうパーティーっすよね。さあ、何も割いてこないので、こういった場合は、ほんと、タル、ユキ、スケ、ディガー、アイゴレ、まあ、3コス以下無限に回りますので、低コストで回してでいいかなと思います。このアイゴレにはさすがに出すと思うんだよな。ああ、墓石か。まあ、ラバかな、そしたら。メガゴサンガか、まあ、スケドラインドか、まあ、相手のちょっと形がわかんないので、一旦ね、ステイでいきます。あ、でも、ガゴ冴えたな。相手の対空あと1枚しかないですね。まあ、メガゴインドラあたり。さあ、まあ、これは一回結末からいっちゃおうかな。で、まあ、ボムタワーの爆破も使いつつ、でも攻めたいっすね。相手これ、メガゴ、うん。メガゴしかない。でもライドラまさかのライドラ。いや、待って、なんかしかも、ライドラでさ、バルーンがさ、ルート強制しちゃった。なんか変わっちゃったっすよね。さあ、延命したいね。延命できそうなだけはできして、今、相手の対空1枚だけだったんで、アイゴレバルーンしたんですよね。で、メガゴだと思ってたんで、そしたらもうね、メガゴだけじゃ収まらなくて、メガゴの防衛にファイボとかも使わないといけないみたいな。が、まあ、もう一周無理やり墓石回させてができたんですけど、3ガゴだと、まあ、無理やり雪打たないとちょっと突破しにくいっすよね。これ、もう一回逆サイバルーン行きたいんですけど、3ガゴいるんで、バルーンディガー行ったところで3ガゴで守られるんで、ここは一回待ちます。で、二用のディガーとかしてね。もうボムも置いちゃおうかな。本当はね、ライドラのところ突破しやすいと思うんだよな。さあ、ファイボー。まさかのファイボー。でもファイボー使ったので、耐えれますね。相手これバルーンないのかなもしかしたら。うん。で、勇気打って、よいしょ。まあ、防衛は意外とできるんだよな。あと墓石が厄介な墓石壊す。いや、殴らないよし。いや、殴るとこれファイボーでいかれる。だが、ここ一回攻めますね。3が5いるかな延命して。で、このマスケで頑張る。で、今ファイボー使ったので、マスケ。で、バルーンは、通すっていうよりかは、相手にコストを使わせるっていう感じですかね。今、3ガゴも使ってくれて、ファイボも使ってくれて、結構コストを使ってくれたと思うんですよ。単体バルーンでね。やべえ、相手は守らなきゃっていうので。なので、ここがすごいチャンスになりますね。で、いっぱい行って、よいしょ。で、ライドラのターゲットもディガーで取れると熱いですね。で、今、流れはね、いいんですよ。で、ここで、無理に攻めなくていいですね。ここで、なんかね、読み行きぐらいはやってもよかったかもしれないですけど。相手からしたら、ファイボも使ってて結構痛い。いや、これで入るのはマジででかい。なんか、毎回バルーンを通そうってすると、思ったより通らないし、全然なんですよね。なので、なんて言うんだろう、4割ぐらいの攻めをするイメージかな。4割ぐらいというか、もう8割ね、お腹いっぱいにはならないような、攻めというか、ご飯を食べる。で、たまに、なんか本気で攻めるみたいな。その毎日焼肉行っても、まあ飽きるじゃないですか。ね。いらないでしょ、毎日焼肉。でも、たまに食う焼肉がうまいみたいな。まあそれと同じで、たまに来る本気の攻めがうざいんですよ、相手からしたら。なので、ここは行きます。ここは、ケツラバしてし、もうラバ合わせた瞬間終わりますよっていうので。行って、これ雪も打っていいな。雪打って、カード回しにもなるんでね。これ終わったっすね。そうナイス。で、もう一回これバルーンいけるっていう。防衛ファイブ使ってもね。なんで、最後のはめちゃくちゃ攻めてるんですね。もうマスケ、タルイ、ユキ、バルーン、ディガーもう全部使ってるんですけど、途中の右サイドのバルーンとかもバルーン、ディガーだけ、ちょっとの攻めですね。で、コストを使わせて、ちょっと流れを変えるみたいなことも必要にはなってくるんですけど、結構大変かもしれないな。そこはまあ慣れていくかなっていうのはあるんですけど、まあそれができるようになってくると、結構トロもね、上がってくるかもしれないですね。さあ、ラポ勝ちっすね。めっちゃうまいっすね。最近、迫撃老北でグラチャで12勝1面してたっすね。ファイボ雪、迫撃老北、お気に入りっすね。さあ、勝ちたいぞ。ザップ、いや、出来違いましたね。まあ、ディガーで攻めていこうか。なんで、こう、なんていうんだ、常に全力っていうのは違いますね。いや、これ、メガゴ咲いたんですけど、ディガー咲いちゃってるんだよね。ああ、ジャイホリっすね。で、雪も使いながら、タル雪というかユニットプラスの雪。まあ、雪玉って防衛でめっちゃ強いんだよね。で、相手今エレキしか対空いないっすね。さあ、マスケからね。まあ、これ逆サイってもエレキがいるんでね、結局カウンター開けちゃうんですよね。バルーンが一発入ったとしても、カウンターを多分抑えられないと思うので、ここは一回守ります。うん。さあ、で、序盤はマジで正直攻めれないというか、突破も多分あんまりできないので、マジ芋っすね。マジでディガーとかもね、当たり前に防衛に使っていかないと守れないですし、まあ攻めてもいいんですけどね、カウンター怖いんでね、序盤はマジで守りです。うん。まあマスケ使うのもったいないけど、ボムは残しときたいんでね。行きたいけど、結局カウンター受けるんでね、ここも我慢ですね。今回の相手に対しては、序盤は守って、逃げ切る。そのバルーンディガーで攻めた場合に、一発は入るかもしれないんですけど、その後にプリンスとかつけられたら、ジャイメガゴダクプリと逆サイプリンスディガーとか、だからそういったことをされた時に守れないよねっていうので攻めないですね。まあ、それが守れる自信があるなら攻めてもいいんですけど、ちょっと攻めたいけどな。メガゴ割いて、プリンス割いて、今のタイミングが攻めて、いや、これですね。エレキ割いたんで、よいしょ。相手のね、エレキサイというか、まあ、メガコしかいないんでね。で、たまにこれを狙いながら、で、ここのね、相手のこれを守んなきゃいけない。間に合う。OK、間に合う。いやー、でもこれ、間に合うかな。さあ、間に合ったが、だがしかしちょっときついですね。まあ、メガゴ爆破。よいしょ。っていうので、攻めはね、通るものの、カウンターがやっぱエグくなるので、このね、これ今エグいですね。10ワードぐらい取られてます。まあ、いい攻めではあるものの、攻めるとやっぱこうなるっすね。で、これを守んなきゃいけないっていうハードっすね。よいしょ。マスケを相手は徹底処理か。よいしょ。で、僕今守りのターンなので、もうディガーとかも使ってね、耐えます。耐えて、最後にまたね、バルーンディガータレユキ決めれればいい話なので、今、こう、我慢の時ですね。我慢して、我慢です。さあ、血ジャイか。いや、これはいい血ジャイだ。うん。よいしょ。さあ、このマスケは、まあ、行かれるんですけど、まあ、ワンチャン今、ディガー削り行ってもいいですね、これ。一生守ってるだけだとね、何も変わらないんで、ね、たまにこういうこともしながら、連盟できそうならばできるだけしてあげて、よいしょ。いや、これちょっと待って。ジャイが入る。いや、このジャイは良くない。いや、これ、ワンチャンあるかな。いや、ディガー使ってるんでダメですね。これもう一回守ります。うん。守るの大事ですからね。思ったより守れるからな、クラロワって。いや、あれ、ちょっと嫌っすよね。ダクプリをさ、延命したいっていう。さあ、ジャイアン。残り40秒ある。耐えれるぞ。耐えれるとは思っているけど、耐えれるかは分かんない。いや、意外と耐えれた。いや、耐えたんだけど、これ行くしかないんですよ。もう行くしかないんだけど、行けないっすよね。マジかよ。行くしかないんだけど、行けないっすよね。でも行くしかないんで、行きます。で、飛ばして、いや、ワンチャンこれディガーを拾えれば、拾えないか。いやー、惜しいっすね。いやー、さすがにね、うまいっすよね。対空を持った状態で決着をしてるんですよね。だから僕が逆サイ攻めても、ソロユニットがしっかり残ってるので、バルーン一発受けたとしても、そのままカウンターにね、繋がってしまって、あれはね、もう、うまいっすよね。さあ、でも今のは、僕が攻めたことによって、やっぱ流れが良くない方向に行っちゃったので、もっと耐えて、残りも本当に延長30秒とかになって、バルーンディガーたるゆきで攻めるが正解だったかもしれないですね。そしたらずっとこう、なんかね、じわじわした。お互いね、ダメージが入らない試合が続いてた気もするので、もうちょっと耐えてもよかったかもしれないですね。いや、これエレジャイとかなのかな、なんなんだろう、相手のデッキが。遅延スケラとかかな。いや、エレジャイの可能性がワンチャンあるっすよね。いや、違うっすね。いや、これ施設トルネっぽいっすよね。でも遅延スケラかな。施設トルネだった場合、バルーンをほんと飛ばすとただただ金起動されて美味しくいかれるので、バルーンはね、出さないっすね。出すとしたらケツっすね。ケツから出して2周目バルーンを回します。と2周目バルーンやるか。あ、うちのスキがなんでケツバルーンからの2周目端前っすね。そしたら相手がトルネード間に合わないっていうね技があるんですけど、まあ2倍タイムになってからそれやりたいかな。お、相手から外してる。いや、これは結構ワンチャンあって、いやダメっすね。これ調子乗ったっすね。施設トルネ。でもトルネのコストがさ、間に合わないとかないかな。いや、間に合うか。しっかり。しっかり間に合いますね。あ、間に合ってない。一発入った。あ、一発はもともとか。あ、でも、じゃあ一発はバルーン単体だった時に絶対入るダメージで、やっぱそうそう、芝生もして、今ボンバーもして、ちょっとコストが間に合ってなかったっすよね。今これ相手トルネ使ったサイクルじゃないですか。なので、このタイミングでバルーン行くと相手またトルネがちょっと遅れてるんですよ。だから無理やりユニット出して施設であったりトルネを使わないといけないので、これだけでまあ爆破が入るんでね。OK。でこれまた同じサイクルで俺の方が回転早いんでね。これであとは一応ディガーをタワーから殴られない位置にね置くのもあり。よいしょ。さあこれもう一生僕のターンですね。相手だってトルネ間に合わないんでね、ファイボとか使ってくれたらマスクいきますし、適当に雪とか打ってね、カード回しして、まあ、一発入らなくてもいいんで、よし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 。またね、俺のこのバルーンどうすんのボットっすよ。いや、えぐいっすよ。こうなったらもうなんかほんとチンパンっすかね。端前飛ばしてるだけ。で、ワンチャンファイボ。ファイボ来る。まあ、D が警戒してんのかな、あれ。さあ、ディガー削りですね。で、息もタワーに当てて、もうバルーンが通らないので、こっからほんとディガーと雪玉でね、削っていけるかなと。ナイスー。いや、序盤相手が芝配布したのでかいですけど、まあ、しなかったらバルーンをずっと飛ばさないでディガー削り、そして2倍タイム入ったら、ケツバルーンですね。ケツバルーンしてからの、カード、ケツバルーンしてからのカードを回して、相手がバルーン取りを絶対使うので、まあ、そこで使わなかったら使わなかったらいいんですけど、使うので、そしたらもう一回バルーン行くと、そのバルーンに相手取れないとかないので、まあ、通るよねっていう2周目バルーンをねちょっと見せたかったですね。さあよろしくポッチャマー。ナイトル好きでしたからね僕は。さあスケ、まあ、高回転対決ですか。まあ、ロイクロスホグ、まあ、枯渇とか何でも考えられますが、ウッド、なんでしょう。ロイフグですね。ってことはこれクエイクハンターのロイフグかもしれないですね。デリバリーのこれでも相性いいっすね。バルーン雪玉打つだけで相手に雪玉とか施設とかないとね確定一発入るからね。バルーン雪玉するだけでもう確定一発ってもうすごいっすよね。化け物杖。さあ相手回転早いけど次来たら垂れ雪で守れるっすね。あ、これワンチャン金球が狙えばよかったっすね。もったいない。さあこれ相手ハンターなので、これも行きますね。行って、ハンター来るかもしれないような位置にディガーを飛ばして、まあ、ハンターに雪打ってもいいんですけど、あ、とは低めに割いてるっすね、あれ。一発入るっすね。で、結局、バルーンは攻めは通るんですよ。で、攻めた時のカウンターがね、ピンチになるので、攻めすぎないですね、序盤攻めるなら。今のも別に、まあ、攻めなくてもよかったんですけど、やっぱ攻めたくなっちゃうんですよね。確定でね。俺の攻めが通るってなると相手ハンターデリなんでね、これではもう勝ったっすね。これは勝った。バルーンディガー雪玉打てば 100% 通る本当に。さあで、まあ、今攻めるとやっぱ怖いんでね、同タイミングで攻めてきたりとかあるので、まあここは本当にディガーで削りであったり、もうなんか芋ですね。芋です。で、先置きボムは、いかれちゃうので、クエイクでね。先置きはせずに。いや、これ、ワンチャン金ギド。さあ、ここは守る。守って、あ、バルーンディガー行きたいですね。これ、だって、結構コスト使ってるやつじゃないと。で、ハンターが来るかもしれないのに、位置に、飛ばして、飛ばして、飛ばして、で、ハンター、雪玉にノックバックさせると、もうバルーンが確定で入るっていう、マジチンですね。マジチン。いや、これえぐいやな。もう絶対勝てないですよ。これは。そう。っていう、もう本当にね、チンパンですね。チンパンなので、攻めすぎないっていうのが大事ですね。それこそ。よいしょ。守ることができればバルーンを絶対通るので、そのタイミングで攻めて防衛ができるのかっていう判断がいいですね。そのタイミングで攻めて防衛ができないならもう攻めたらダメですし、攻めはいつ攻めても絶対通るんでね、それは覚えておいてください。じゃあどのタイミングで飛ばすのが一番いいのかっていう、カウンターを受けにくいのかっていう。バルーンは絶対通ります。誰が使っても攻めは通ります。だけど守れるかっすね。なので飛ばすタイミングが重要ですし、あえて攻めないっていうのも大事ですね。2倍タイム3倍タイムまで待つ。さあよろしく。うわすげえ名前がすげえ。クワガタみたいな鼻してる。いやクワガタでしょあれ。花ピカ伝えないな。やっていこうかな。まあタルとかでもいいっすけどね。初手は2コスとかで安牌でもいいっすけど。さあホバリング。いやラバクロの香りが非常にラバクロの香りがするが、これはタイミングが絶妙に合ってない気がするので、よいしょ。あんマジかよ。いやラバクロだよねこれ。いや違ったマジかよ。なんだこれ。いやクローンだな。でもどっから止めてもクローンだぞ。ん？じゃあ一回無になります僕。はい。マサニクホバザッピーたる。まあだからメガナイトロイフとか俺これ何にボム使ったんだっけ。まあなんかタイミングよし。いや耐えるロイフグっすね。多分メガナイトロイフだと思うっすね。ザッピーほぼマスニクで、これも結局いつ攻めてもバルーンは通るんですよ。ディガーと雪玉添えれば。だけどマサネクで守られる、ホバで守られる、ザッピーで守られた後のカウンターが絶対いきますので。いやスケバルがいるから俺変な感じがしてんのかさっきから。いつ飛ばすかっていうのが大事ですね。今はホバがいませんですが、ザッピーとマサネクですね。まあ、マサネクイザッピーですね。ザッピーは、まあ、バルーンの防衛にもちょっと強いんでね。さあディガーとか防衛使ってね、まあ、問題は2倍タイム入ってからのキョスケかメガナイトがいて、そこの、まあ、クローンとかないのかな、まあ、ない気もするな、でも。攻めを守れるのかどうかですね。これだからもう本当に、あ、こういう相手が攻めてるタイミングで、これは言ってもいい気がするな。ザッピー。ザッピー。ユキも打って、一発入るんですよね。で、これを守れるかどうかなんですよね。一発入るかな、絶対。よいしょ。まだ守れたら勝ちっていうね。さあでやっぱこれがねできるのが序盤だとコストが足りない。でも後半入るとエリカでねいっぱいあるので守りやすいよねって。これちょっとサイクル的にいってもいいですね。いやしかもケツザッピーとかぶったので、これはもうザッピーがね、よいしょ、勇気打って一発無理やり入れて、あとは守るだけと。いやそうなんですよ、守れば勝ちなんですよバルーンって。守れればね。さあボムを置いて、なんなら左無視でも大丈夫ですけど、一応タルぐらいやっとくか。さあナイス。あとは雪玉のダメージが知らないが48ですね。さあナイスと。というわけで本当にねバルーンって攻めは絶対通るので、その後守れるかっていうのは判断して攻めるっていうのが超大事になりますね。読みます。マザニクです。バモーストリトンでした。おっつはい、ということで今日はねバルーン使ったんですけど、本当に攻めるタイミングっていうのがね大事になりますね。やっぱ通りやすいタイミング、相手が4コス以上のコストを使ったタイミングとか、まあ、ソレーニと割いたタイミングとか、まあ、そういったタイミングで攻めると、まあ、コスパいい攻めもできますし、まあ、最初我慢して2倍タイムから攻めた方が、まあ、守りはねしやすいよねっていうのもありますので、ちょっとまあ攻めたくなるんですけどね、バルーンって攻めたくなるんですけど、攻めて気持ちよくなれるんですけど、その後負けることもよくありますので、まあ、しっかりバルーンを飛ばすタイミングを気をつけて皆さんぜひ使ってみてください。良ければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。